よくないよね。まあ、いや僕も人に合う合わないって絶対あると思うんですよ。だからバッターのレベルがね、はい、逆に落ちたじゃないか。で今年も俺あのシーズン中も見たけどね、打撃実決とか見てるとね、はい、3割が3人しかいない。まあ、そうですね。そうでしょ、はい、まあ、昔はいたよね10人ぐらい。いやいましたね、12、3人。これはピッチャーの球種だとか、ピッチャーが上がったんじゃないと思うよ俺。あ、違いますか。おバッターのレベルが下がった、うん、下がった、うん、そんなことをやってるから。やっぱその打ち方ですよね、うん、だってピッチャーはもともと力があったんだけど、うん、100球とか言って変わってたから、はいはいはい、ところがバッターが落ちたから、え、結構投げたら投げられるじゃんこいつらみたいな。まあそうですね、そういう流れじゃない、ま、俺の見方はね。あ、まあ確かにね、あのこのピッチャーで下から出してたんじゃ間に合わんぞっていうような、うんうんうん、そういうピッチャーもいるし、うん、そうやっぱこうコンパクトに打ってった方がいいっていうピッチャーたくさんいますよね、うん、でやっぱりファールで粘るとかさ、なんかちっこいのからもう何でもベン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 振り回すだけじゃないですか。それは楽だもんピッチャー。そうですね、うん、でまあそのなんていうのかな、そのファールで粘ったりしてね、ピッチャーを苦しめたりとか。だって おかしい、100球で変わるっていうピッチャーになんで初球打つの。まあそうですよね、いや僕もそう思うんですよ。それ、ね、いやピッチャー変えたかったら、うん、何球か投げさせた方がいいんじゃないかって。そしたら変わるんだから勝手に。だって10球投げさせたら、うん、もう1割投げさせてるんですよ。そう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 、そしたらもう貢献度大ですよね、うん、そのバッターは。でもう一つね、ベンチの野球で、あ、このこいつら野球あんまり知らないなっていう判断する一つの材料、はい、先発投手同士が投げた時に、はい、打席に回って初球から2球目とか打つピッチャーね、はいはいはい、打席に入って、はい、まあ、セ・リーグの場合ですよ、はい、これはチーム自体も野球知らないなと。ああの野球の基本全然分かってない、はいはい、だって最後の5球で変わってくるじゃない、はい、95球と100球で、はいはい、6回頃に、まあそうですね、でピッチャーの時に自分がちょっとでもねファール打って、で2ストライクが多いけど3球は投げ出されるわけじゃん、はい、で1球ぐらいファールしたら5球ぐらい、ね、粘れますよね。その5球プラスされるんだから、はい、先だけ考えなきゃいけないですもんね、うん、だから最初にバッターボックスされる時、俺のブレイザーって監督だ、はい、ブレイザー必ずねこうやって待てよ待てよって、うん、あの打席入る時。いや昔はピッチャーは待てですよ。そうでしょ、はい、だから2ストライクまで待てと、はい、言ったけど、今何にもピッチャー持たない、もう、はい、なんか自慢げにバッターボックス出て入っててブリブリ振ってくるんだからね、1球目に。タコじゃないこいつ。いやそれと江本さんね、うん、エース同士が投げ合ってる、うん、本当にもうこれは僅差の勝負になるなって言った時に、初回にポンとランナー出た時に打たすんですよ、うん、おお、そうなんだ。それは不思議だよね。いや1点取りに確実にいかないのかなって思って。そうそうそう、野球はだからね、あのやっぱりちゃんと勉強してないんだよね、うん、で違うことをやったら新しいかのように思ってる、うん、で野球って宣伝からあるから。まあそうだねだから変わらないんだから、うんうん、いやだからじゃあビッグボスのことはどう思いますか、うん、いやあれはね、はい、みんな最下位予想でしょ、はい、ほとんどの人、はい、だからあれは何年か先の話だから、うん、今年は何してもいいんですよ。なるほど、うん、だから多めに見てる、うん、いや僕もそうなんですけど、うん、ああいう雰囲気作りだとか、うん、ああいうのは、まあ、例えば江本さんってもう世代とすれば何世代も見てきてるわけじゃないですか。どう思いますか。いや、半分バカバカしいなというところもあるけどでも今の時代には容認されるわけです、はいはい、そうですね。それはそれで受け入れないかわけ、はいはい、ね、でそこを見てると、でも最終的には観客動員がすごくないでしょ。まあすごくはないです、ね、新庄を見に、はい、うわーって詰めかけてないでしょ、うん、これが正解なんだよ。なるほどね。やっぱり野球ファンはね、スーパースターみたいで、また勝たなきゃいかんということですよ、ね、うん、でそこで1人2人出てき始めた。松本剛だとかピッチャーの問題、はい、北山とか、はい、でそれが正解ですよ。だから俺は監督っていうのはね、どんな状況でもいい選手を1人2人産むことだと、うん、作る。ただ新庄ビッグボスは作ろうとしてますよね、うんうん、そうそう、まあ、清宮も良くなってきてるし、万波、うん、今川、そうそうそう、こういうあたりがなんかスターになっていきそうな感じがするんですけどね。そうそう、だからチーム状態を見て、はい、例えば中畑みたいにね、はいはい、あのベースサードやったって絶対無理じゃない、どう考えて。そうするとさ、いやね、そうだよ、あのね、エモさんいや、だから、はい、俺中畑に言ったよ、はい、いや、あいつにも言ったんだけどね、はい、あいつが偉いのは筒子を作ったことでしょ。そうですね。で、あの時にあれ言ったんですよ、あいつ2年目かな、筒子を置いてね、いや俺は最下位でもいいと、はいはい、チームは最下位でもこいつを育てます、はいはい、本当に育っちゃったわけですよ、はい、あれ正解なんですよ。そうですね。
あいつが打者の頭使ったところでね、あのチームは強くなるわけなかった。いや、長さも最初はもう再開覚悟で引き受けて、うん、そうでしょ。で、誰かを作らなきゃいけないっていうんで、うん、もう筒香とか梶谷とか、うんうん、そういうの一生懸命育てようとしてましたよね、うん、あいつは大功労者なんで、まあ、そうですね。それとはやっぱコマーシャル的には、うん、DeNA を全国区にしみたいな、うん、そうそうそう、まあ、中畑さんの功績っていうのはものすごく大きいですね。いや、中畑の功績大きいですよ。だってあんな暗いチーム明るくしたって、ね、まあ、絶対そうですよね、うん、それでまあなんとなくちょっと待ってください僕 OB なんですから、ね、そうなんとなくでも希望がこう出たじゃん。いや、そうです、ね、ああいうのも必要なんですよ、まあ、そうです、ね、新庄みたいなやつも必要だしね、うん、まあ新球場になりますしね、うん、なるし札幌はね、うん、だからね、はい、監督っていうのは、はい、あのチーム状況に応じて自分の目標を持ってやれてて成果があればね、はい、それはいいと思いますよ。まあそうですね、うん、それと対比して、うん、まあ、例えば中日の春コーチが、うん、みんなの前でガチャンやったと、うん、あれは江本さんどうですか。俺最近気になってるのは、はい、もう何年も前からそうだけど、はい、世間に迎合して、はいはい、ハラスメント、はいはい、監督コーチがね、はい、強い言葉で怒っちゃいかんとか、はい、こうしちゃいかんとかいうね、なんかそういう世間と迎合したことをね、はい、あのやってる。でひどい、これ俺今年のキャンプで一番驚いたのはどっかの球団でね、走り込みと投げ込みっていう言葉を使っちゃいけないって言われて、これもハラスメントだ、まあ、言いますよね、特殊とかね、うん、ああいうのはダメだって言いますよね。バカでしょ、これバカだよ、まだ、うん、こいつらは。そんなことはね、世間なんか気にすることはないんですよ、うん、で責任者はね、はい、それであの追及されたらやめりゃいいんだよ。でも野球界のルールみたいなのがありますからね。そうなんだからね、うん、それがちょっとね、うん、やっぱりいかんな、そこは。なるほどね、うん、だから、まあ、春はこう、うん、まあ、ベンチ前で集めてね、うん、そうそう、お前らもういい加減目覚ませと、うん、ね、何たらたらやってんだとボケー言って、うん、そういうことを言ったんですよね、うん、いや僕は春コーチはもうずっと中日で、ね、うん、気心知れてる中で言ってるから、うん、もうみんな分かってると思うんですよ、うん、そうそうそう、選手もね。ただあれを抜かれてるんですよ、カメラで。それで世に出て、なんかこう SNS とかで、うんうんうん、あんなパワハラどうのこうのって言うんですけど、僕は全然そうは思わなかったんですよ。いや、パワハラないですよ。あんなパワハラなんで野球界にパワハラはないですよね、うん、で監督も自ら立浪が、うん、あの野球は喧嘩だって言ってるわけだから、うん、だからその通り春はね、はい、その姿勢を貫いてるわけだから、うん、それ聞かない方がおかしいよね。そうですね、うん、だからあれはやっぱり球団もバリアしないと、やっぱりそういう他から言われてもね、うんうん、そのいや関係ありませんと、うちはこういうチーム作るんですぐらいのことをね、一般の会社もそうだよ、大体どこでもかんでもこうみたいにハラスメント何でもかんでもね、まあ、そうですね、うん、まあ、誰が言うかによってもまた全然取り方が違うし、そうだからもうなんかこうエコひいきもそこにありますよね、うん、昔だったらこんな座れたのかなっていうのはいっぱいいるもんね。でもやっぱりできないもんな。今もう江本さんも言わないですか。全然もうそのこと逃げますよ。嘘ばっかり言ってない。そんなことしてないでしょ。いやいや、本当でもまあ例えば佐々木朗希がね、うん、審判をこうストライクじゃないかと思うことに対して顔色を変えただけで審判が来るわけですよ、佐々木朗希のところに。だってあれ文句あんのかみたいな、うんうん、あれもね、あれも俺に言わせればいろんなこと説言ってるけど、ピッチャーやった人間だったら、うん、俺たちの時代だったら、うん、もっと先に言うと、まあ、ストライクだろお前って言うよね。言いましたよね。言うよ、ストライクだったから、うん、あれそれね、そこが問題だったんだよ、うん、あの白井はね、いつもみんなから批判されてるから、うん、いつもこう被害妄想的にこう空気があるわけ、うん、で、あの時も多分ね、自分でね、しまったと思ったんだよ、うん、ストライクって言おうと思ったんだけど、キャッチャーも立ち上がったし、うん、だからあ、どっちしようかな、いや言った瞬間に頭をねぐったんだろうね、うん、批判されるって、うん、ストライクなのにはまた白井はね、うん、言えなかったと、うん、でその瞬間にふっと見たら佐々木がちょっと不審そうな顔したから、うん、ついつい自分がガーッと言っちゃったと、うん、だからあれ意図はなかったと思う。昔のピッチャーって、うん、僕覚えてるのが村山さんがバーンと投げて、うん、それ体当たりしに行きましたよね。みんなそうだったよ、みんな。ですよね。でもうボコボコにされた失敗とかいっぱいいたんですね。まあ阪神絡みですよね。阪神絡みでちょっと傷害罪で そう、捕まったんだけどね。捕まったっていうか書類送検されたんだけど、まあでも昔はもっとそれで思い出したよ、はい、今なんか審判って偉いんか、そんなに。いや、もう威厳がありますよね。